こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、アマゾンからの説明の例がありました。キャッシュレス消費者還元の方法とはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画でですね、Amazon から非常にお得な情報ですねいただきましたので、ぜひね、まあ、知ってる方もいいかと思います。ぜひ紹介させていただきます。はい、こちらですね、キャッシュレス決算 5% 還元事業ってですね、で簡単に言ってしまいますと、これはですね、購入者の方がですね、キャッシュレスね、ここ書いてあるんですね、クレジットカードいろいろあるんですけど、まあ、この方法で商品を買っていただければ、購入先ですね、販売先の方に 5% のですね、お金がですね、戻ってくるっていうことなんですよね。で、昨日これですね、メール以前を私の方に来てたんですけど、見ていてなくて、で電話で連絡がしてるので、ぜひね、Amazon やってる方非常に多いと思うので、ぜひやっていただければいいかと思います。非常にお得です。で、わからない場合は、Amazon に連絡してみてください。やり方等ですね、説明していただきます。で、これはですね、まあ、Amazon さんは結構親切に送ってくれたんですけど、あとですね、Yahoo ショッピングさんと、楽天さんもやれるみたいなんですよね。で、Yahoo ショッピングさんがですね、もう締め切ってしまったみたいなんですけど、ぜひやってる方とかいたら、まあ、連絡してね、確認していただければいいと思います。はい。で、楽天さんの方、ちょっと私はやってるのでわからないんですけど、まあ、やってる方はね、非常にお得なので、ぜひね、利用していただければね、いいかと思います。お金持ってきます。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアルプレゼンします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube 関しても一切受け付けてません。ライト登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。